こんにちは。今日はね、豚バラともやしの鶏ガラポン酢炒めにしました。やっぱね、豚肉には助けられますよね、もやしとね。もやしも、うちのスーパーだと20円で買える。20円ちょっとで買えるんでね。うん。簡単にできます。炒めただけなんでね。それじゃあいただきます。味噌汁はね、インスタントです。豚肉はカナダ産ですね。それで鶏ガラをね、入れたのは初めてなんですけど、どうでしょうね。いただきます。あ、いいですね。豚と鶏のコラボレーションですね、これ。うまい。ポン酢もしっかり効いてます。ポン酢と鶏からすごい合いますね。それに豚肉の脂と、うん、もやしのシャキシャキね、うん、最高。いいっすね、これ。これうまいな。うん。鶏ガラだし初めて入れたけど、いいっすね。うん。要は隠し味を鶏ガラだしにするのか、味の素にするのか、和風のね、魚のだしにするのかっていう。うん。そこでまた味がガラッと変わりますね。もやしうまい。この豚肉の油にまみれたもやしも最高っすよね。で、最後にね、ごま油回しかけたんでね。ごま油の風味も効いてます。豚バラほんと安くてうまいっすよね。金さん銀さんとかもね、なんか朝から焼肉食べれるぐらいの丈夫な体だったらしいんですけど、やっぱりできるだけ丈夫な体を維持したいもんですけど、もうすでにちょっと朝から焼肉ってきついですけどね、僕。でもこれ最高。僕的にこれだけね、ポン酢でさっぱりしてたら、朝から食べても全然いけますね。うん。ご飯のおかずにね、最高っすよ、これ。豚バラってやっぱ甘みがありますよね。美味しい。旨味と甘みがね。うまい。うん。美味しかったです。ごちそうさまです。